はい、今回もですね、お待ちかねの誰やねんを紹介しましょうか。誰やねんが意外とね、再生数いくからね。マルコ・アンドレ・オッリ。ディフェンス17めっちゃ高いやん。なに？センターバック？センターバックやな、これ。187センチ。嘘。86年かも現役引退したかもな。こんなやつおったん、インテルに。知らねえ、アンドレ・オッリさん。知らないぞ。こんな能力高いのに。今何してんの？アンドレ・オッリちゃんは。言いにくいな、アンドレ・オッリ。アンドレにしてくれよ、もう。アンドレ・オッリはもう、リタイアですね、リタイア。身長187センチ、でかいのにね。イタリア代表歴なしと。そうなんや、厳しいね。まあ、確かに聞いたことないからね。まあ、この時イタリア、暗黒期やからね、ワールドカップ出られへんかった時やから。最多出場がキエーボ。あ、そうな。キエーボで活躍したのかな。セリア通算144試合。舐めてるよね。多分ずっとあれかな。インテルの控えやったのかな。プロ通算215試合。絶望やな。でもチャンピオンズリーグは出てるとインテルの時やるね、多分。インテルの、パドバのプリマベーラからインテルのプリマベーラに移籍と。で、インテルでデビューしたけど、速攻出されーの。ローマにも行ってやな。ビゼンツァ。サッソーロ。キエーボ、たらい回しやな。で、セビージャ。で、カリアリ。で、最後、キエーボ。キエーボが一番でもレンタルで出されてんのか。それにしてもあれだね。全然だね。まあまあまあ、名門行ってるよね。セビージャもローマもインテルも。だけども、ナンバーになれなかったというところかね。いや、全くこんな選手知らんな、でもな。なかなかの能力の高さの感じやけど。知らねえな、全くもって知らねえぞ。ラリーが7試合、セビージャでもさっぱりと。絶望やな、マジで。マジで絶望やな。はい。っていう感じなんでね。まあ、現在は特に何もしてないということで。まあ、キエーボの番人は言い過ぎか。